どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、ビデオテープ検証第3弾ですね。まあ第1弾第2弾とですね、まあいろいろ検証してきました。今回はテープの中身を違う種類のテープと入れ替えてみたらどうなるかっていう部分を検証していきたいと思います。今回側として使うのは、まあ、こちらの VHS クリーニングテープと呼ばれるものですね。でこの中に入れるテープはですね、はい、こちらの 8mm ビデオと呼ばれるテープですね。テープ幅が 8mm のものですね。簡単に言うと、まあ、8mm テープの映像がですね、その VHS のデッキで読めるかっていうところになってくるかと思います。はい、じゃあこのテープですね、入れ替えていきたいと思います。 VHS の中にある、まあ、テープを全て取り除きます。この 8mm ビデオの、まあ、テープをこの VHS のリールに巻いていくといった方法ですね。さあでは入れ替えていきます。はい、このように、開けれました。もう回数使い切ったのでこれは捨てちゃいます。はい、テープをすべて外せました。じゃあ今度 8mm ビデオですね。 8mm ビデオはこんな感じで問題なく再生できますね。はい、こんな感じで、無事蓋を開けれました。こっち側か、こっち側の端を、まあ、こっちで巻いていくっていうような形ですかね。そしたらこっちの 8mm ビデオのこの端の部分をこの VHS のリールにつけます。これね、噛ませてあげないといけないので、はい、こんな感じで今ここにつけることができましたね。このままずっと巻いていきたいと思います。いやこれはかかるな。よし、はあ、じゃあこの反対側のリールについてるテープもこっち側につけたいと思います。よし、はい、こんな感じでセットできました。まあ、テープ幅でいうとこんぐらい違いがありますね。で今ですね、これが、向かって右側に全部巻かれちゃってる状態なので、まずはですね、最初まで巻き戻しをしてみたいと思います。今回もですね、検証に使用するビデオデッキはソニーの WVD-1000 っていう、まあ、ダブルデッキですね。これを使っていきたいと思います。先ほど入れ替えたこのテープを入れてみたいと思います。どうかな。お、すごい、ローディングできましたね。ちょっと今巻き戻しをしてみます。おお、すげえ、できるんだ。あ、ただやっぱテープの幅が短いから、これ分かりますか、こんな感じで上下にかなりブレてますね。じゃあちょっと再生をしてみたいと思います。頼む。なんだ、ちょっとたまにこうノイズみたいのは鳴ってるんですけど、あー、やっぱり信号もないってなっちゃうのか。今のアナログでちょっとキャプチャーしてるんですけど、信号ないとこでこう自動で止まる設定にしてるんですけど、それがパッと止まっちゃうんで、まあ、信号検知できてないという状態ですね。でデッキのカウンターも動いてないんで、なので 8mm ビデオの情報を、まあ、VHS のデッキで読むっていうことはやっぱりできないですね。はい、実際に検証をしてみました。やはり読むことはできないですね。ただちょっと今回ですね、予想に反していたのは、僕テープのローディングだったりセットもできないと思ってたんですよ。まあ、以前ちょっとお話ししたように、VHS の、まあ、テープ幅が半分ぐらいになってしまうとですね、まあ強制的に巻き戻しをするっていうような話をさせていただいたんですが、まあ、そういった状態になると思ったんですよね。だけど今回それはなくですね、まあ早送り巻き戻しはすることはできたので、テープ走行の部分はできるけど、映像を読めないっていう状態ですね。まあ今回ですね、あくまで検証のためにこんな感じのことをしてますけども、やはりですね、こうデッキだったりテープを傷めてしまうので、皆様はやらないようにしてください。今回使用したビデオデッキ、そしてビデオキャプチャーのアナログですね、当店でレンタルできますので、ぜひですね、ご利用いただければと思います。はい、というわけで今回ですね、こちらの中身を入れ替えたテープがビデオデッキで読めるかという検証をさせていただきました。このお話が参考になったと思う方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。